日さんもお引越ししてこられたばかりですよね。したことがありませんので。ああそうなんすよ、お互い偶然引っ越してきたばっかり。懐かしいな、ソウ君。良いのはいいことです。夕日さん、ソウさんのご親戚ということでしたら、ぜひ一度お店に料理を食べに来てくださいね。エルさん、一つ、何でしょう。うちが行くときは絶対予約するんで、大量に用意しといてください。先輩からだ。じゃあソウ君、いい子にね。またね。
忙しい方なのですね。これからお帰りですか？お願いですか？お弁当といえば、ウインナーや卵焼きなど、あまり手間のかからないものが一般的ですね。それにしてもびっくりしました。料理を教えてほしいだなんて。
食品は使われますか？わかりました。蒼さんが求めているのは手軽さは保証しつつも一手間加えた味わい、料理体験だと思われます。でしたら生姜焼きなどどうでしょうか？生姜焼きはタレ作りでの創意工夫が可能です。さらに焼いて絡めるだけなので手軽さも確保することができます。いえ、蒼さんの希望条件に該当する候補は、では食材として豚ロースと、せっかくですしチューブではなく生の生姜を買いましょうか。ものは料理酒、醤油、みりんなどでしょうか。すべてお店にありますが、自宅になければ料理のさしすせそはお買いになられるとよろしいかと。お味噌です。はい。それから蒼さんはお料理自体が初めてということなので、食材選びから一緒にしてみましょうか。それも多少あるのですが、久しぶりにお友達へ手料理を振る舞おうかと思いまして。はい、昨日2年ぶりに町に戻ってきたばかりなんです。
はこちらに美味しい和菓子屋さんがありまして、お茶受けとお友達へのお土産にしたいのです。それに実はここからでも意外と近いんですよ、お店。いつものお茶受け菓子と小鳥まんじゅうを6つください。1つはここで食べていくので、他の5つを持ち帰りで。饅頭はここの名物でして、とても美味しいんですよ。ソウさんの分も注文したので食べてみてください。はい、ぜひ食べていただきたくて。小鳥まんじゅうは分類としては上生菓子でして、練り切りや羊羹のような口当たりの滑らかな和菓子を指します。形はと説明は食べた後からでいいですよね。お食べください。ですよね、やっぱりこの餡の糖分含有量のバランスの良さが生地のほのかな甘みを引き立てており、この餡の甘さという味覚を和菓子は他のジャンルよりも深く掘り下げていて、まさに日本人が研鑽を積んで作り上げた珠玉の味です。
しゃぎすぎてしまいました。ええ、私も料理をたしなんでいますが、この深みのある味わいは再現できませんから。そろそろお店に行きましょうか。食材も冷蔵庫に入れないといけませんから。おばあさま、ごちそうさまでした。鍵を開けるので少々お待ちくださいね。
ました。さあどうぞ中へ。調べさん、これから調べさんのお食事を作るところなんです。後で持っていこうと思って。悪い、それなんだけど。それは残念ですけど、お仕事なら仕方ありません。ごめん、また今度店に顔出す。そう言って調べさんが営業中に来たことは一度もないじゃないですか。客がいない時なら行くって。お客さんがいないとお店が続けられませんよ。そんでこいつ誰？この方はお客様でお友達の家入総さんです。家入そうね。私は調べ、さつき調べ。客ならちゃんと金落とせよ。ただ食い現金。
となりますが、調べさんはこの物件の所有者、つまりオーナーさんです。はい、2年ぶりですよね、調べさん。だけど、あんまむやみに人に話すもんじゃ。あれ？お前。いや、覚えてないならいい。調べさん、どうでしょう。すぐに作れるものもありますので、お仕事前に少量でも食べていかれては。軽食は済ませてるから、またな、エル。そうですか。はい、いってらっしゃい。本当は優しい方なんですよ。さて、私たちは料理しましょうか。調べさんの分も作っておかないと。いいんです、きっと明日のお昼くらいにお腹を空かせて帰ってくるので、それに合わせてお家まで持っていきますから。ええ、お店を始める前からお世話になっているので。それに調べさんはご多忙な方なので、私がたまに家事のお手伝いをしないとお部屋がひどいことになります。では今回は生姜焼きを作っていきましょう。まずタレ作りからです。といっても生姜をすりおろして調味料と混ぜるだけなので、そんなに緊張しなくて大丈夫ですよ。では生姜をすりおろしましょうか。最初に生姜を 30g にカットしてください。ここで切ってください。こちらのおろし金を使ってすりおろしていきましょう。
上手です。力を入れすぎてしまうと潰れて旨味が流れ出してしまうので加減が難しいんですよ。確かに 30g 分ありますね。ではそれをボウルに移して、お醤油を 37g、 お酒は 29.7g で、大さじと小さじのスプーンを使いましょう。生姜焼きタレの黄金比率は1対1対1対1です。これは生姜1かけに対し醤油、酒、みりんが全て大さじ1という公式です。なので醤油、酒、みりんを大さじ2入れましょう。砂糖はお好みですが、多くても大さじ1、甘みを抑えたい場合はなしか小さじ1程度入れるといいと思います。お願いします。これで基本的なタレは完成ですね。好みでさらに調味料や食材を加えるなどもできますが、まずはこの基本形の味を知った上で派生させていきましょう。では次はお肉です。そのままでもいいのですが、お弁当に入れる場合は焼く前に片面に片栗粉をまぶしてから焼いた方がいいです。ええ、片栗粉をまぶすことでタレにとろみが出るのですが、これによって味がよく絡みます。また保水効果もあり、時間が経っても食感と味を保つことができるのです。
他の方々が料理研究を発展させた歴史があるからこそですよ。本当に人々の歴史は興味深いものです。フライパンも温まりましたので、お肉を焼いていきましょう。ございます。お待ちください。途中までお送りします。
では。準備できました。の方が住んでおられたのです。場所があるのですが、よろしいですか？こちらです。この投影技術を駆使した桜は、自然と科学の調和を、木を傷つけず、エコロジーに配慮した上で表現されたモニュメントなのです。私の憧れが詰まった場所だから。
さんの話ですか？ぜひ聞きたいです。寂しい思いをされたんですね。アンドロイドベビー、アンドロイドが主体となって知育指数をもとにプログラムを組んで行われる育児と、それが適用された子どもたちの総称ですよね。です。ここにある全てが尊い。
あ、ソウさんはどうしてそう思われたのですか？